163cm、9回1小柄なこの水口のバッターボックスです。その水口がバットに当ててショート前に出てきて一塁に送ります。今日はショートに吉川尚輝ルーキーの選手が入っています。以上戦わなくてはいけないわけですから、はい、まあ、そういった部分もね、まあ、技術だけじゃなくて体力面も強化して本当にねジャイアンツの内野を背負って立つような、ね、はい、プレイヤーになってほしいですね。そしてこの辺りはセンターです。センターの松本がこちらを向いて取りました。2アウトです。精度を上げてくる必要はあるでしょうね、そういった一つのコントロールミス命取りになるケースありますからね。はい、そしてストライクゾーンに投げたボールセカンドが一塁に送って、再びインコースに構えます。引っ張ってショートの前です。吉川尚輝が取って一塁に送ってショートゴロになりました。アウトです。から追つけるというところですよね。はい、これはピッチャーゴロです。足元へのボール落ち着いて処理をします宮國です。早々と選手がどういった試合前の準備をして、はい、試合に臨んでいるかだとかね、そういったことっていうのは一緒に過ごしてみて初めて、ね、分かることですからね。はい、そしてその田中のリードもありまして宮國3球打っていかなくてはいけないわけですから、はい、決まりまして三振です宮國です。はい、ここも8番の山田に対しては早くも追い込んでいます宮國です。田中はインコースに構えて振らせました。空振りの三振です。3回の表も2アウト2ストライク、非常に速いテンポで追い詰めました。外のボール空振り三振、これでバントの警戒を見せている中で熊代は再びバントの構えを見せています。辻がプレッシャーをかけて浮いたボール宮國が自身で取って一塁に送ります。バントは成功しませんでした。水口は一軍に行けば、ね、こういったシーンで必ずバントのサイン出るわけですから、はい、まあ、バッターとしては、ね、決めないといけないところでしたね。はい、高く打ち上げたボールはレフトがいます。レフトのギャレットが追っていってファールゾーンで掴みました。水口はスタートはしましたが塁に戻っています。てるんですけども、まあ、あの長打をきっかけに、ね、得点を許すケースも当然あるわけですから、はい、そういった中ではこの4番のアイトです。打ち上げたボールファーストの辻が追ってこちらもファールゾーンで掴みました。やつが来ちゃってなんかすいません、はい、あの埼玉のご出身で、そうなんですよ、埼玉出身でもうずっとですねライオンズが大好きで、はい、30年以上応援しております。そうなんですね、はい、この5番の戸川のあたりはファーストゴロになりました。あの今日ライオンズ応援に来られたということ、ホームランを、記録するぐらいですね、はい、もう本当にチャンスにも強くなって結果も出てるという、はい、愛斗選手に今は注目してます。はい、6番の金子のあたりはサードゴロになりました。いや、清水さん、清水さんも西武でプレーされたこともあります、はい、言ってまして彼は、ね、性格が非常にいいんですよ。あ、そうですか。でカラオケが大好きでね、はい、人を盛り上げることに関してはね人一倍すごいんですけども、はい、中田のあたりはセカンド片岡が一塁に送ってもう出したいというふうに本人は語ってますね。はい、清水さんからご覧になってよく声を出す選手というのはどういう存在にチームでなりますか。やっぱりこのいろんなタイプの選手いると思うんですね。はい、まあ、こう彼はドラフト4位で入ってるんですけど、はい、全日本にも選ばれましてね、ええ、このバッティングセンスがいいんですよね。こちら無理に引っ張らずサードの当たりでした。アウトになってしまいます。小さい163センチだからこそできることっていうのもあると思うんですね。それを分かって彼はやってますね。はい、足がどうでしょうか。宮國のカバーが間に合いました。足の速い水口ですがカバー間に合いまして、まあ、3番を任せされてるんですけど、こういった場面でねこういうバントの構えからスタートしているということは、まあ、1軍を見据えてということですよね。はい、宮國は1塁に送ります。バント成功です。清水さんしっかり決めてきましたね。そうですね、見られてるんですけども、はい、まあ、ここのこのカウントで何投げるかですね、はい、ボールのスライダーでもいいかなと思うんですけど、はい、あ、うーん、外のボール振らせて三振ということになりました。の交換が終わりました。田中は外に構えて変化球
一塁への当たりは辻がさばいてそのベースを踏みました。逆に8回表先頭セカンドへの当たり一塁間に合いました。セカンドの片岡が回り込んでまずワンアウトを取りました。79球だったということですが、清水さん、やはりこうストライク先行でテンポよく来られてますね。そうですね、非常に少ない球数で来てますね、ここまで。はい、そしてこの中田もショートゴロに抑えました。宮國です。8番の山田がバッターボックスに入ります。高く打ち上げたボールは田中が反応します。キャッチャーマスクを外して掴みました。これで滑っているという宮國。外に構えて当ててショートです。ショートのルーキー吉川を抑えて一塁へ送球。鈴木はショートゴロになりました。高一小柄なこの水口です。左バッターボックスバットを短く持っています。塩崎監督も粘り強さが出てきたというこの水口。バットに当てて転がしたボールはショート一塁を送ってショートゴロです。9番の出します。バットに当ててショート吉川が一塁に送ってショートゴロです。宮國ツーアウトからランナーを出しましたが西武の攻撃9回を終えて失点まだありません。